岐阜電機株式会社は明治末期から大正にかけて存在した日本の電力会社である。かつて中部電力パワーグリッド管内に存在した事業者の一つ。岐阜県岐阜市の会社。1894年に開業した岐阜県で最初の電力会社岐阜電灯株式会社を母体に同社の事業を引き継いで1907年に発足した。 伊ビガワ流のカス川に水力発電所を建設し、現在の岐阜市の他大垣市、橋間市などの地域に電気を供給した。1921年に愛知県名古屋市を地盤とする名古屋電灯に合併された。岐阜電機の前身である岐阜電灯株式会社は、1889年に愛知県名古屋市で開業した名古屋伝統、1894年4月に、 同県と橋ハシ市で開業したと橋ハシに続く、東海地方で3番目の電力会社である。岐阜電灯が設立されたのは1894年2月28日、日清戦争期の会社設立ブームの最中のことであった。発起人は、岡本田植え門ら市内の豪商、非参家7人に、士族で、 元岐阜県財務課長の梅田信明を加えた8人で、北起人の中からはじめ梅田、後に岡本が社長に就いた。また設立には北起人の他にも名古屋伝統の技術者、庭正道や、岐阜県随一の富豪と言われた16銀行頭取、り、渡辺仁吉も参加していた。当初の資本金は4万円であった。1894年7月28日、 岐阜市内において伝統の供給を開始し開業した。岐阜県内では同年2月に吉木郡船津町にあった三井鉱山役員宅で伝統が点灯し、県内で初めての伝統点灯事例となっていたが、岐阜市における岐阜伝統の開業は一般供給として県内で初めての事例である。当時伝統は珍しがられ、市内今川町に設置された 火力発電所には見物人が多数押し寄せたという。発電所には開業時2 5ットの直流発電機2台を設置。電灯数は600灯余りで始まり、翌1895年には1000へ増加、1903年には2000灯を超えた。電源の火力発電所は出力5 0ットで運転を開始し、1901年に130。 キロワットへと増強されたが、需要拡大の結果供給力の限界に達した。水力発電への転換を目指し、岐阜電灯は1906年、長良川の水利権を岐阜県へ申請する。同じ頃、岡崎電灯の田中江佐夫平、近藤重三郎らが、岐阜方面への供給を目指し、伊比川支流か須川の水利権を出願した。二つの計画の併願となり、 県の審査が長期化すると予想されたため、両派話し合いの結果合同で新会社岐阜電機を設立する運びとなった。岐阜、岡崎の合同出願の結果、1907年1月に春スカの推理権が許可された。同年1月25日、岐阜電機株式会社が設立される。設立時の資本金は30万円。 新設の岐阜電機は水力開発に着手するとともに、1907年3月に岐阜電灯から事業を譲り受けた。またこの間の3月11日に6代目、岡本太志江門が死去しており、岐阜電機では長男の7代目、岡本太志江門が後を継ぎ社長となった。岐阜電機最初の水力発電所である、小宮上発電所は、1908年12月、 出力3 0 0ットで運転を開始した。カスカワ開発とともに、性能地方への進出を図り、1908年12月より、安八郡を大垣町へ供給を開始し、以降も1911年4月より、フ和郡赤坂町、1912年7月より、タルイ町、同年8月より、伊ビ郡伊ビ町と順次供給を拡大していった。 その後も岐阜電機は、カスカワ流域で、水力開発を進め、1913年5月、上流側に、河合発電所を、1920年1月には、下流側に、春日発電所をそれぞれ建設した。また、資本金については、設立時の30万円から1909年50万円、1911年150万円。 1917年8月300万円と増加していき、1920年5月にはさらに300万円の増資が行われて、設立時の20倍に当たる600万円に達した。山田英春1909年、岐阜電機は岐阜市との間に報奨契約を締結した。岐阜電機が市に対して毎年800円を支払う代わりに、市は 岐阜電機の市内における独占的電力供給権を認めるという内容である。この契約に基づき、岐阜電機はスケ、三川を開発して市内の工場へと電力供給するという計画を立てたスケ、三川水力電機の進出を阻止し競争を防いでいた。こうした岐阜電機の経営姿勢は1914年頃から市民の批判の対象になっていく。 会社の業績が上昇するのにもかかわらず報奨金が少なすぎるという批判が起きていた最中の1914年1月、寄付電気は電灯料金の値下げを発表した。住職等月額70銭から67銭に引き下げるなどの値下げ幅で同時に従来の炭素線電球を廃してタングステン電球を支給するとした。このタングステン電球は消費電力が 炭素線電球に比して3分の1と小さいことから、以前から需要か負担でタングステン電球を取り付ける場合に、限り10食糖の料金で20食糖の利用を許可していた。しかし料金改定と同時に売食制を廃止し、その上需要の過半を占める後食糖の料金を月額47銭のまま据え置いたことから、実質的な値上げであるとして激しい批判を弱キした。 新聞記者団が会社と山田久志俊一会議長ら市民派の間に立って仲裁を試みたが意見の一致を見ず5月に交渉は決裂市民派の運動はさらに過激となった1914年5月27日町総大会で市民大会の開催が決定され同年6月7日に2000人が参加する市民大会が開催された大会では 山田久志俊一会議長や前衆議院議員、松野助次郎、岐阜日日新聞社長、引田栄吉らが演説し、料金値下げ反対の者のを一切の公職に選挙しないという内容を議決して閉会した。その後も値下げ運動は加熱化し、不買運動へと発展。6月末には市内の街のうち3分の2が消灯するという事態となった。焦点では、 客が寄り付かないということで伝統を消灯し、社長の岡本太志絵門が関係する16銀行でさえも消灯したという。こうした状況下の7月2日、一万兆法の主筆家や原火山を招き7回目の演説会が開催された。午後9時40分頃に演説会が終わると、参加者は冒頭菓子街頭や渡辺人吉邸の検討などを破壊し始めた。 さらに伝統をつけていた旅館や会社側と見られていた、納皮日報社へと投石し、岡本太志江門邸や岐阜電気本社へと押し寄せた。翌3日には、加納町へ騒動が波及し、市内にいた群衆と共に再び、岐阜電気本社を取り囲んで、平屋建物の窓、障子を破壊した。4日にも暴動が起き変電所の放火未遂事件が発生した。このような創造事件発生を機に、 島田孝太郎岐阜県知事が調停に乗り出した。また事件を最後に値下げ運動は収束に向かい、消灯運動をも下火になった。9月28日、知事は伝統料金を値下げすること、将来的な電気事業の公営化に応ずること、利益金から配当金その他を差し引いても残金が、生ずる場合はそれを次年度の料金軽減に充当すること、 という内容の調停案を提示し、事態を決着させた。日露戦争後の1905年より、岐阜県安八郡大垣町では、伊比川支流坂内川の水力開発が計画され、伊比川電力の設立準備が進められていたが、1907年に半導強行が発生すると、会社設立がしばらく不可能となった。揖斐川電力発起人は、性能地方の内大垣町、 赤坂町、伊比町と伊比郡池田村での供給を想定し、当局へ出願中であり、これは、岐阜電機との競り願いであったが、開業までに時間がかかることからこの地域の供給を、岐阜電機へ譲ることとなった。これに関する覚書を1907年12月に締結し、伊比川電力が開業した場合には、岐阜電機は、設備を上都市この地域の営業を廃止するとした。 その後義阜電機がこれらの地域への供給を開始したことは前日の通りである。1912年11月、ようやく会社設立に至り、伊比川電力が発足。同社は直ちに西横山発電所を着工し、1915年12月に開業した。発電所からは大垣を経て、海津群城山村大畑駒野へ至る送電線を建設し、 大垣変電所からは、節網石大垣工場へ電力を供給し、駒野変電所からは、高須町、今尾町へ、電灯薬戦灯を供給した。開業に伴い、伊比川電力は、先の覚書に従って、大垣町などでの営業を譲渡するよう岐阜電機と交渉したが、譲渡価格をめぐって意見が一致せず交渉は難航した。 その後、停心省西部停心局が仲裁に入り、1915年12月打結に至った。その裁定は、というものであり、これに従って1916年6月に、伊比川電力から、岐阜電機への電力1 0 0 0ットの供給が始まり、10月には、駒の変電所と、高須、今尾方面配電線などが、岐阜電機へ引き渡された。名古屋電灯社長、 福沢桃介岐阜電機は1918年により、供給力不足で単独で、所要電力を賄えなくなったため、名古屋電灯からの支援を受けるようになった。前日の通り、伊比川電力からの売電もあり、購入電力量が増加し、支出増につながった。その反面、1919年より、料金値上げの検討を始めて、翌年2月市へ値上げを申請したものの、 反対運動にあって認可されたのは会社の希望より圧縮された値上げ幅となった。また1919 19年5月には司会にて電気事業の支援論も議論されるようになった。こうした経営環境に置かれた岐阜電機は独立経営が困難となり最終的に名古屋電灯との合併を選択した。名古屋電灯との合併仮契約は1920年9月24日に 締結された。合併条件は、存続会社の名古屋電灯が資本金を825万円増資し、解散する岐阜電機の株主に対しその持ち株一株に、月、名古屋電灯新株1.375株を交付するというものであった。合併は、同年10月25日に、双方の株主総会にて可決される。同年12月22日付で、 平身省の合併認可があり、翌1921年1月23日に、名古屋伝統側にて、合併報告総会が開かれて、合併手続きが完了した。名古屋伝統にとって、岐阜電機の合併は1920年に合併した、愛知県一宮市の一宮電機に続くもので、以降も豊橋電機、板取川電機などを吸収。さらに、 奈良県の関西水力電機と合併、1922年には九州の九州伝統鉄道などを合併して、中京、関西、九州にまたがる大電力会社東方電力となった。なお、名古屋伝統は岐阜伝統合併後の1921年3月、岐阜市に岐阜支店を開設する。岐阜支店は東方電力時代も引き続き設置された。また、 岐阜電機時代の末期にあたる1919 19年6月、岐阜電機は社長、岡本田上門らは王子製紙と提携し、岐阜工業株式会社の名で日田川の水利権を申請していた。日田川にて3カ所の水力発電所を建設し、発生電力を岐阜電機に供給するとともに、余剰電力で化学工業を起こす計画であった。1920年4月、 東方電力では成立早々に、この岐阜工業の経営を掌握するべく、動き出し、1922年6月、同社の株式のうち6割を取得した。以後順次開発が進展し、有力な推理地点を持たずに発足した、東方電力にとって飛騨川は重要な電源地帯となった。1919 19年末時点における伝統、電力供給区域は以下に示す、 岐阜県内の西九郡十二町五十九村であった。翌1920年11月末時点では、開業済みの供給区域に、安八郡南区伊勢村、三次郎村、不和軍表、佐村、海津郡吉里村の4、村が加わっている。一方で、橋間郡南部のかはぐり村、川島村が供給見返しであるため、 この時点での開業済み供給区域は西七73町村であった。また、名古屋伝統との合併後、1921年6月末時点での名古屋伝統岐阜県内供給区域には、さらに、アンパチ安井村と伊比郡カスガ村が追加されている。このうちカスガ村は発電所の立地自治体であるものの、名古屋伝統時代の1921年になって、小宮上、 河合寮地区を対象に、初めて配電が始まった。上期1920年11月末時点での供給実績は、電灯需要下43,491個、電灯数109,016等、電動機線69台、計2,886.0馬力、電力装置23台、計6 0 6 4ット電気事業者、 供給2 8 7 0 0ットであった。需要は岐阜市が最も多く、電統では全体の39%に当たる42,428頭電動機用電力では全体の35%に当たる1002.75馬力が市内に集中する。時点は大垣市で電動15,506頭電動機用。 電力418.5馬力を供給。反対に供給区域内で供給数が最小の地域はアンパチ三次郎村で、伝統数はわずかに26頭であった。岐阜電機最初の水力発電所である小宮上発電所は、伊比郡カス村大技小宮上に位置する水路式発電所である。伊比川水系カス川の水力により発電するもので、カス川の左岸に立地。 米国モルガン・スミス製水社にゼネラルエレクトリック製発電機を直結した発電装置2組を備える。1906年12月に機候認可を得て1908年12月7日に竣工した。総工事費は13万1153円。発電機は当初1台、翌年より増設で2台となっており、発電所出力ははじめ 300kW。 1913年以降は3 5 0ットとされた。さらに、東方電力時代の1937年に、支流派生川からの取水を追加して6 0 0ットに増強されている。中部配電を経て、中部電力へ継承され、岐阜電気時代からの設備は1982年の改修まで使用された。現、中部電力小宮上発電所。 二番目の水力発電所である、河合発電所は、春日村大技、河合の小宮上発電所春ス川主水口の右岸側に位置する。1910年7月に気候認可を得て1913年5月17日に、竣工した。総工事費は21万6千円。エッシャーウィス清水車に、シーメンス製発電機を直結した、発電装置二組を備える。 発電所出力は一貫して8 0 0ットで、小宮上発電所と同様に、チューブ配電を経て、チューブ電力へ継承された。また、寄付電機時代からの設備は1978年の改修まで使用されている。現、チューブ電力河合発電所。3番目の水力発電所である春日発電所は、小宮上発電所より、下流側に約1 5キロメートルの春日川左岸。 春日村大技6号に位置する。1913年4月に機構認可を得て1917年3月着工。1919年12月25日、竣工した。そして翌1920年1月より出力1 8 0 0ットにて運転を開始している。走行時費は897,374円。設備はエッシャーウィス清水車と、 ウェスティングハウスエレクトリック製発電機、核2台からなる。カスカワからの取水以外にも、支流の高橋谷にダムを築き調整地を設けていたが、洪水のたびに砂礫が流入して、後に調整地は埋没した。他の発電所と同様、中部配電を経て、中部電力へ継承され、岐阜電機時代からの設備は1986年の改修まで使用された。現 中部電力カスが発電所。岐阜伝統時代の火力発電所は岐阜市今川町にあり、1894年7月の開業当初は三好工場製の2 5ットエジソン型直流発電機2台で発電した。また、ボイラー、蒸気機関ともに日本国内製であった。1901年になり、発電所出力は5 0ットから130。 キロワットへと増強された。この時は発電機5台体制であった。1908年12月の小宮上発電所完成とともに直流送電の旧火力発電所は廃止されたが、需要増加のため、翌1909年に交流送電の火力発電所が再設置された。低新省の資料によると火力発電所は今川町2丁目にあり、 1> 第1火力発電所には 60kW 発電機3台。第2火力発電所には 150kW 発電機2台が設置されていた。1916年1月に廃止された。ありがとうございます。